さあ、ということで、はい、ちょっと先に説明だけしはい説明だけしはい、ここで学力テスト、第一教科、理科イエーイ、イエーイというわけでね、ラシさんが一生懸命ね、3、4時間かけて作っていただいた、はい、もっとかかったかもしれないしはね、あの5教科の問題をね、はい、まず理科からやっていこうかなという1次元目ですけど、はい、はい、1次元目です、はい、なんとですね、なんと僕たちのうっかりにより、はい、もう3問目まで終わってるっていう、まさかの事態ですね、もうね、もう終わっちゃったね、1次元目もう最終コーナーに差し掛かった、最終コーナーやっちゃいます、はい、さあ、はい、では気を取り直して、じゃあ4問目から YouTube の方はクリアな映像になっているとは思いますけども、あと2問ですかね、そうですね、僕らまだ1問しか正解してないんです、3問中まだ1問しかない、僕に2問正解します、さあ逆転するぞ、よっしゃい、では4問目お願いします、はい、はい、4問目科学、はい、工具、化け学ですね、次のうち石灰水の実験として正しいものはどれ？はい。いきます。1番、二酸化炭素を混ぜて振っても色も状態も変わらない。2番、青のリトマス紙をつけると赤になる。3番、蒸発させると白いものが残る。4番、鉄を入れると気泡が出る。さあ、どれでしょう？あ、分かった。正しいもの？正しいものですね。正しいもの、その中で正しいもの、はい、もう一回問題をお願いします、はい、1番二酸化炭素を混ぜて振っても色も状態も変わらない、2番青のリトマス紙をつけると赤になる、3番蒸発させると白いものが残る、4番鉄を入れると気泡が出る、さあどれでしょう、うん、どうですか、まずいな、俺は問題すら頭に入ってこなくなってきたな、私さっぱりわかんないですこれ、うん、まあ、こう問題の選び方がうまいですねやっぱりね、うん、やってたね実は、なんか一番が出し方をこう一番が何だっけ、一番なんだっけだって、一番なんだっけ、一番が、うん、二酸化炭素を混ぜて振っても、うん、色も状態も変わらない、うん、2番、うん、青のリトマス紙をつけると赤になる、うんうん、3番、蒸発させると白いものが残る、うんうん、4番、鉄を入れると気泡が出る、うん、さあ、正しいものはどれですか、石灰水の実験です、うん、よかった、よしできた、できた、できました皆さん、はい、なんでそんな緊張してるの、なんか緊張してますよね、行きますよ、うん、行きます、あ、じゃあとりあえず誰から行きますか、今日誰かのおせっかいでみんな幸せになる、いやそれが一番幸せだってことで4番たまらずまず自分から、はい、4番、はい、4番なんで知らない、知らないけど勘で出来上がったこいつ知らない、僕の頭の中で鉛筆を転がしたら4が出た、あ、なるほどね、ちょろんってね、はい、よし、いいですね、以上ですか、はい、はい、じゃあ僕いきますね、はい、はい、2番、2番、2番ですね、これは多分他の3つが合ってる気がするから、じゃあ合ってるじゃない、あ、間違ってる気がするから、うん、これがどっちか忘れちゃったの正直消去法で、消去法でアルカリ性とあれでしょ、酸性の、あ、ありますね、似てますね、そうですね、どっちだったかなと思ったんだけど、うん、多分これは多分その3つは多分合ってるんじゃないかなみたいな、うん、合ってないんじゃないかなっていうね、うん、違うんじゃないかなっていう、うんうん、だからその合ってそうなのはこれしかなかったの、うん、自分の選択肢の中で、うんうん、はい、以上です、はい、はい、じゃあ次今何なの答え、はい、じゃじゃーん、怖い、1番の間違いない、多分、お、間違いない、石灰を入れて、もういよいよ入れても変色しないぞと、あ、多分これだと思うんだよね、うん、なんか確か記憶では確かこうやったと思う、う
さあ、では答えをどうぞ。いきます。はい、答え、トゥルル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 正しいもの、じゃ正しいものだから残る、本当に。あ、残るんだ。蒸発させれば白いもの、かっこ水酸化カルシウムが残るのです。石灰水とは、うん、あ、そっか、なんかこう、あ、読めないです、言葉のマジックに。下に沈殿物がある液体で二酸化炭素を入れて振ると白く濁ります。またアルカリ性なので赤のリトマス紙を青に変える性質があり、炭酸水ではないので鉄に反応して気泡を出すことはありません、だそうです。あーね、へー、全く分けれねえ。分かんのねえよ、バッテンだよ、こんなの。スススス、さあ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 、ついについにですよ、ついに最後です。最後の最後、ファイナルです。リカファイナルでございます。リカファイナル、リカファイナル。この一問を取るか取らないかでだいぶ変わりますよ。そう、この一問を宇野さんがだけが当てて大きく広がすか、それとも俺らのどっちかが追いつくかね。全員このまま変わらないか、変わらないか、ステイしちゃうのかどっちか。どっちさあさあさあ、では最終問題お願いします。はいはい、五問目は科学についてです。はいはい、デデン。ででん、次のうちで酸素が発生するのはどれ、うん、1番、二酸化マンガンにオキシドールを加える、うん、2番、アンモニア水とフェノールフタレインを混ぜて加熱する、3番、うん、ビーカーに、うん、これ私なんて書いたんですか、わかんねえ。それも問題、それ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 問題です。ビーカーに燃えたろうそくを入れた後、石灰水を加える、うん、4番、塩酸の入ったビーカーに、うん、アルモミニウムを入れる、うん、なんだっけ、最初の問題の内容なんだっけ。酸素が発生するのはどれ、どれですか。1番、二酸化マンガンにオキシドールを加える、うん、うん、では、アンモニア水、なんかツボってますよ、天天の声さんがツボってますよ。わかんない、これちょっとサービス。アンモニア水とフェノールフタレインを混ぜて加熱する、うん、3番、ビーカーに燃えたろうそくを入れた後、うん、石灰水を加える、うん、4番、塩酸の入ったビーカーにアルモミニウムを入れる。やっぱりわかりません。これなんかね、なんかね、うん、俺最初なんか途中まではサービス問題なのかなと思ったけど全然違ったね。全然聞いたことないんだ。なんか物質が出てきましたね、なんか、うん、聞いたことない物質。何のことって思った。1が、二酸化マンガンに、うん、なんかオキシドールを加える、うん、もみもみニウム。やらしい感じだって。これ本当に私が書いたんですかね。きっと問題を見て変えたんでしょう。うん、はい、さあここまで来て最終問題が思った以上に何言ってるか分かんないものが出てきましたけど。これ本当に小6の問題なんですか。すごい、 いやまあ確かに、でもなんかビーカーを振った思い出はあるかなっていう。あ、あるね。俺もやったわ、記憶あるな。やったね、なんか、うん。これでも小学生か、本当に。やったと思う、やったと思う。うん、なんか、中学でやった感じの感じもあるけども。離席したら問題分かんなかった。ですね。酸素が発生するのはどれ、うん、二酸化マンガンと、オキシドールを合わせると酸素が発生する。なんだっけ、2番目、アンモニア水とフェノールフタレインを混ぜて加熱する。3番目が、ビーカーに燃えたろうそくを入れた後石灰水を加える、うん、4番が、塩酸の入ったビーカーにアルモミニウムを入れる。はい、まあ、皆さんもちょっと考えて、あの答えは書かないようにしていただければ、はい、いいかなと思いますけども、かけた人から順番にじゃあ出していきましょう。いくぜ。
じゃあ今旦那の答えてでって2番よくわかんないのによくわかんないの入れたらそうなったっていうそう おしっこかなみたいなあアンモニアとなんだっけなんとかを入れるってやつねうんそう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 多分これかなってもう直感だねここまであーなんかとりあえず考えてみましたけど考えましたよみたいなもう理論付けないっすはいはいはいじゃあ僕からいきますはいで、1番1番はなぜ1番バカだからいやもうね気の毒すぎて言うことがない、まあ、ハンマー裕次郎のこの感じだからねさあじゃあ最後は気の毒すぎて父様のお答えでーんでーん僕も実は1番おおおお書かれたあのね分かんないんだけど多分酸素出そうかなみたいな なんかね聞いた名前はこの辺だったなみたいな2番とかあれはなんか全然分かんないんですけど確かでも3番はそれ違う実験なはずなんですよ、はい、僕それは覚えてるんですよ確かへえやべ今の天の声さんで多分3番じゃねえかっていう皆さん感謝いいんですか、うん、3番あ皆さん感謝3番さん3番ちなみにこれちょっと分かるこれ何濃い酸素は毒ってあーパンクなんだっけ柳優子さんのパンってやられたらあーはいはいはいチンボンボンって何っていう知ってるあのバキのパンってやられたらここにあの濃い濃度の酸素が巡ってそれが毒だから細かすぎますね細かく伝わらないままで事件ですバキ自体は分かんないですけど実はこれで有名人いますよね何アメリカ人の、うんピアノを弾いた、うん、あの人なんだっけあの目見えない人ベートーベン違う目見えないあスティーブン・セガールセガールではないスティービー・ワンダーそうそうスティービー・ワンダーは確か子供の時っていうか生まれてすぐに未熟児だったから酸素濃度の高いあのあれに入れられたんだけど間違えて酸素が濃くて目が見えなくなっちゃったっていうのがあってあの目が見えなくなったっていうのは聞いたことあります酸素がないと人間生きれないけど酸素が濃すぎると毒なんおーなるほどですねということで答えはそこまで語って当たってるかどうかっていうところですそう怖いんですよ、はい、ちょっと待ってこれでちょっと待って今1-1でしょ1-2でしょ2でしょこれで俺らが当たってたら同点なんですよあれそう2-1-1なんだそうそうそうあそこそこじゃあそうこれでうちらが当たれば実は追いついちゃって追いついちゃう追いついちゃうでもこれでもしかしたら俺らが当たって離される可能性離されるかっていうのもちょっと面白い点になりますね絶対できますなそう3点を取るのかもう2-2で並ぶのかやばいねこれっていうさあでは答えをどうぞはい答えドルル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 ルはい、オキシドールとは過酸化水素水のことで、はいはいうん、化学式は H2O2、はい、これが二酸化マンガンとの反応で分解されるため、うん、酸素 O2 が発生するとのことです、はい、うん分からない確かそれだった気はしたんだけどでね確か3番の問題はそれ確か二酸化炭素を吐き出して発生したところにその水なんだっけな何水を入れると白く濁るっていう実験だったんです石灰です石灰水を入れると白く濁るっていうあバカなのに知ってるね、そうそれがめっちゃふっと思いだったからふっと思えた経験が助けたね
バカだから1番イエイというわけで追いつきましたな。まだまださあ1次元目なかなか面白い展開です。1次元目は、うん、それぞれ2点、うん、2点222で222で、はい、引き分けですね今のところね、はいはい、さあ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 理科は、うん、そんな感じで終わりましたけども、はい、ですね、はい、実はですね、はい、学力テストを、はい、次4時なんですよ。4時あ朝ねそこに設定したね。それ4時、うん、3番目が明日のお昼、うん、4番目が明日の夕方、うん、5番目が明日の夜、うん、と学力テストが分かれておりますので、はい、まだちょっと時間はあるんですが、うん、次の教科だけ発表しておきましょう。ああね、次やる教科だけじゃあ、はい、さあでは次の教科何にしましょう。はい、英語でいきましょう。きたー英語でございます。これもらったら、これもらったら、じゃあ頭様寝て、いやいや寝て寝て、まだあれでしょ。英語でございます。ということで、はい、はい、次は一応設定4時でございますが、はい、ちょっと時間の変更がありましたら、うん、あぼちぼちとやっておりますので、はい、はい、できるだけ4時ぐらいにやろうかなと、4時ぐらいにね、はい、思いますんで、皆さんももしよろしければ見て、はい、一緒に問題なんてね、考えていただければ嬉しいなと思います。くれぐれもコメントには答えは書かない。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、では、学力テスト1次元目終了。2点ずつだよ2点ずつだよ